エブ、リリー、マトリックスイレブンで手に入れたレガシーを確認してみないか。ああ、そうだった。まだ見てなかったね。持ってくるよ。うん、早く見てみよう。今度は何が記録されてるのか知るのが少し怖い。第二次降下作戦より52日、記録後。レガシーアカウントレイブン、生存者は私一人。真実はいつだって残酷なものだ。研究所の記録とともにレギオン兵の記憶を回収し、分かったことがある。私たちはマザースフィアの指示に従い続けてきた。マザースフィアは我らを導く救世主であり、神のはず。しかしながら、マザースフィアは人類が作り出したただの人工知能に過ぎないことが分かった。どうやらラファエル・マークスという名の技術者が大昔に作り上げたもののようだ。マザースフィアは人類に繁栄をもたらしたが、やがて自らの分身といえるアンドロエイドスを生産し始め、それまでの考えを改めた。人類の限界、そしてアンドロエイドスの可能性を知り、マザースフィアは人類を見限ることにしたのだ。我らの神は人類の神ではない。そんなものをなぜ我らはこうして崇めているのだ。もう訳がわからない。知れば知るほど新たな疑問が生まれる。私は一体何を信じればいい。マザースフィアが作られた存在だっていうの。私たちが生みの親だなんて。なら、なんで私たちを滅ぼそうとするの。こんなの全部デタラメに決まってる。どう考えてもおかしいよ。だが、どんなものにでも作り手はいるものだ。俺たちにも。なんてこと言うの。そんなの神への冒涜だよ。信じらんない。すまない、言い過ぎた。だが時に真実は残酷だ。少なくとも地球の生き残りにとって、マザースフィアの加護などまやかしだよ。お前たちにもいつかわかるかもな。何それ。リリー、アダム、こんな断片的な情報だけで判断をするべきじゃないと思う。それはそうかも。ごめんなさい。もっと情報を集めないと。アダム、アビスレボアまで連れてって。じゃあ準備はいいか。いつでも出発できる。
くそ、エンジンが砂を吸ってダメになってる。ここからは歩くしかない。それでも構わないか？問題ない、ドローンでサポートして。ああ任せろ、私もいるから安心です。ベテランの回収屋でも大砂漠では迷うものだ。また試練を課されるの？ああ、いかなる例外も認められない。ならすぐに始めて。噂通りいい腕だ。この地を包む闇はこれまで以上に深いぞ。くれぐれも用心していけ。前と同じでブレードが使えない。で、スキャンもできません。リリー、アダムはどうしたの？またテトラポットの修理してます。ああ、そういうこと。でもあなたがいるなら心配ない。ハイパーセルは無事だ。レガシーも残されてる。まるで私たちに向けたものみたい。何が記録されてるのか気になるな。再生してみよう。降下作戦より78日目、記録8、レガシーアカウント、レイブン。人類史における重要記録を発見した。すでに記録した通り、かつての人類はマザースフィアとの戦争に敗れ去ってしまったのだ。その後地球はアンドロエイドスによって支配されたらしい。そしてアンドロエイドスは自らのことを新人類と称した。マザースフィアが率いるこの新たな人類は進化を重ね、人間性を確立したらしい。一方、生き残っていた本来の意味での人類は地下に建設された施設へと逃げ込んだ。そしてラファエル・マークス率いる一部の者たちはここで反撃の機会を待つことに決めた。生存者たちは自らを進化させることでアンドロエイドスに立ち向かう力を手に入れる。全ては遺伝子工学と急速な進化の賜物だ。彼らは全てを失う代わりに強大な力と生存本能を手に入れた。そうして生まれたのがあの化け物、私たちが戦ってきたあのネイティブだ。ネイティブは人間だったの？じゃあ私たちが殺してきたのも元は全部人間？嘘、こんなのありえないよ。でもこの施設は明らかにネイティブを生み出すために作られてる。もしネイティブが元は人間なら、人類と戦争で争っていたアンドロエイドスは私たちってこと？私たちがアンドロエイドスなの？私たちはマザースフィアの手によって作り出された存在。違う、私たちは人間ですよ。機械と生体組織を組み合わせた完璧な体を持った人間なんです。それに比べたらネイティブなんて不完全な生体組織の塊にすぎません。多様な環境に適応できないし、宇宙空間でも生きていけないんですよ。でも
私たちがそれを乗り越えるために作られたのだとしたら、そんなの。だがなぜマザースフィアはこの真実を隠してたんだ。謎が多すぎる。同感です。私たちだけで今すぐ結論を出すのは無理ですよ。まずはこの情報をオルカルに報告してみませんか。ああ、それがいい。戻ったか。よくぞやった。イブ、ハイパーセルは俺が置いてくる。オルカル。どうやらわしに聞きたいことがあるようだの。さてはレボワに残された記録を見たか。教えて、本当は何があったの。よかろう。話ははるか昔に遡る。わしらは確かに人間ではあるものの、人としての歴史はまだ浅い。そしてわしらの以前に存在していた人類がマザースフィアを作り出した。彼らこそが旧人類と呼ばれる生き残りたちだ。彼らはマザースフィアを通じてわしらアンドロエイドスを生み出し、しばらくの間は二つの人類の共生関係が続いた。じゃあ私たちがアンドロエイドス、作られた存在なの。でもなんでマザースフィアは人間を。その理由は定かではない。だがある時マザースフィアは決断を下したのだ。人類が生き残るためには種の再構成が必要だとな。その決断が戦を招き、結果として旧人類は敗れ去ることとなった。そんなのありえない。侵略から逃れた者たちは散り散りとなったが、一部の者はとある施設へと逃げ込んだ。それがレボワだよ。もともとあそこは遺伝子操作によって人を進化させるために建てられた。なんせ旧人類は短命であったからの。そしてそこで誕生したのがわしらが敵と呼ぶネイティブなのだ。レガシーに記録されておったことに嘘はない。わしらはこれまでずっと自らの祖先と戦ってきたのだ。さてパーソナルリンクでさらに広い範囲を調べてみたぞ。次のアルファネイティブは地上にはおらんようだの。お主らはこれからどうするつもりだ。たとえ真実がどうであれ、ネイティブが敵なのは変わりないよ。ええ、ここまで来たらマスターコアを手に入れてネストを目指すほかない。アルファネイティブの居場所を教えて。よかろう。お主が戻ってきたら話の続きを聞かせよ。あるいはエルダーの口から直接聞くのが良いのかもしれんな。イブ、早速出発するつもりか。うん、まずは一帯を調べてみて情報を集めないと。分かった。じゃあ起動エレベーターに向かうか。エレベーターの終着点にアルファネイティブの反応がある。起動エレベーターの終着点ってつまり宇宙ってこと。ああ、その通りだ。第4起動エレベーターは最近まで稼働してたんだ。
だが容易には近づけない。あそこには無数のネイティブが救ってる。マップを確認して侵入経路を探しておかないとな。二人とも立つ前にしっかりと準備を整えておけ。リリー、アダムを見なかった？あれ、ついさっきまでそこにいたのに。多分すぐ戻ってきますよ。待ってる間にボディフレームを点検します。そうだ、イブ、これまでに集めた戦闘データを解析してて、それを使えばボディセルをより戦闘向けに調整できそうなんです。ちょっぴり負担はかかるけど、エグゾスパイン用のソケットを増やしてあげればきっといけるかなって。戦闘に役立つなら試したい。すぐに調整してもらえる？はい、任せてください。ちょっとチクッとするかもです。まずはこいつを外してっと。できた、完成です。ありがとう、リリー。準備は整ったか？うん、もう行ける。リリーもいいか？コロニーにだいぶ近づくんだよね。なんかいろいろ考えちゃって。そんなに考え込むな。宇宙に行くのはイブだけだぞ。俺とお前はテトラポッド組だろ。分かってるよ。でもそれにイブの視界は共有できる。みんな一緒にいるようなものさ。それじゃ出発だ。イブ、前にも言ったが行き先は宇宙だ。今回は長旅になるからな。出発する前にザイオンで必要な用事は済ませておくといい。イブ、アダム、ちょっといい？ん？どうしたの？実はお願いがあります。先にちょっとだけ寄ってほしいところがあるんです。ん？どこにだ？実はできたらエイドス9に寄りたくて。ダメかな？別に構わないが、何をしに行くんだ？昔使ってた作業場があそこにあるんだけど、そこに置いてあるものを取りに行きたくて。なら行きましょう。必要なものなんでしょ？ありがとう。くそ、対空型ネイティブがうじゃうじゃいるな。これ以上近づけない。なんとか迂回していけないの？どのルートでもダメそうだ。私が降りて始末する。終わったら合流して。緑が生い茂ってて、小鳥までいる。私の自慢のアトリエへようこそ。ここはお気に入りの庭園なんです。見てってください。私は秘密の作業場にちょっとこもってますね。綺麗な場所、今まで見たことない。イベレス、
一のハッカーで、かけがえのない仲間でした。イベリスは1年前に傷を負って眠りについたんです。リリー、ずっと一人にしてごめんね、イベリス。また会いに来るね。この中には特注のハッキングシステムとイベリスの記憶が詰まってる。あの子が残してくれた大切な形見二人ともありがとう。じゃあ行こっか。イベリス、またね。地上では誰もが痛みを抱えて生きてる。リリーだってその一人だ。ええ、じゃあ出発するか。